地主株式会社。どうにか勝ちました。ダブルス35歳以上、はい、強かったね。強かったし、身長も大きいし、サーブ高いところから来るし、これは0-2スタートで、そう、出だしが良くなかったから、おいおいおいと思いましたね。まあ僕もあんま良くなかったんだけど、その中で勝てたのがまあ良かった点かなみたいな感じですね。なかなかやっぱアンツーカーのね、これはもう毎回毎回そうなんだけど、難しいところでもこれ慣れなくちゃいけないから、足滑ったりとかね、ボールがバウンドが変わったりとか、結構相手のサーブもね、あのイレギュラーするし、そういうのを逆に使わなくちゃいけないから。でもセットファースト0-2からなんか6ゲーム取れたんだよね。そうやね、なんか結局0-2から6ゲーム先取したけど、なんかそんな感じしなかったよね。セカンドも 4-4 まで行って、もうブレイク合戦、最後はそう、どっちかって言ったらブレイクが多かったんですけど、珍しく直樹のサーブをこう落としてくるっていう、ちょうど合っちゃってね。なんかあ、でもあれあんま 俺が良くなかったですよ、珍しいサーブが。まあでもこういうこともあるからね、プレーは。そうそうそう、だからもうその中でやるしかないんで、やるしかないから、うん。まあ、でも無事に今日は勝てて、ダブルスの45歳以上がなんか入ってこなくてなかったので、まあ、今日はシングルス、終了して、今終了というシングル両方とも勝てて、45、50のカテゴリーのまあ初戦、うん、2回戦かな、まあ、僕らは2回戦で勝って、で、それでダブルスが今45で、結構長かったね、まあ、朝からまあまあで、もう今7時なんですけど、入るのが遅いんで、まだ明るいから結構最後までやるんですよね。はい、まあ、とりあえずこれからケアして、また明日頑張りましょう。はい、明日頑張ります。ういういういはい、やっと食事ができました。今日も自炊です。結構あの高いんでね、お肉も買って、サラダも買って、今日の試合は結構きつかったですね。そうですね、きつかった、はい、朝から晩までやって、7時過ぎまで試合やって、それから帰ってきて洗濯だのをなんかやって、食事今作って終わったんですけども、8時過ぎてますね。明日は8時。明日そう、もう12時間後は試合です。8時試合です。なので、まあ、ご飯食べて早めにまあ用意して、準備して、備えましょう、明日に。はい。俺久しぶりのプレーで結構体来てます。大丈夫ですか？もう全然大丈夫。俺は結構来ちゃったんで、またちょっと明日も今日ケアして頑張りたいと思います。はい、それではいただきます。はい、いただきます。